シールドは普通にシールドですよ。シールドこれですもんね。周りの矢が、もやもやみたいな。はい、硬い敵はこれをやればいいですよ。これだけだとダメなんで、これとこれをね、普通ショットをね、やるので、これは四角を連打してやった方が強いですね。多分、硬いやつだから、これは四角も連打しつつ通常攻撃も打つと。そうやった方が早いですよね。でもな、そうやった弾がヘリやすいのよね。めちゃくちゃ、これでもいいけどな。周りの敵を巻き込むんですね、畑の。ああ、やべ、とりあえずちょっと一アップをとり損ねた。よし、別にこれやんなくてもな。 別にこれ、あんなくてもな。レーザーでいいと思いますよ、レーザー。<笑>一発でしないでね、ちょっとな、有効的ではないもん。周りではないから。なんとも言えないっす。通常ショットが強いから、まあいいんですけどね。<笑>ああ、何か変って何よ。 人間変って何よ。それは禁獣です。待てます。キャパ超えてます。禁獣って何？これはグラハムを預かった大切なものなの。禁獣って何って言われるじゃない。<笑>それですよ。敵巨人。その敵巨人が禁獣なんだよ。破壊します。 強引だぜ。イーリスの力見せてあげる。強引強引。マジンガーなんちゃらみたいな格好しやがって。このやろ、ほら、どうだ。<笑>素晴らしいな。絶滅素晴らしい。これでも食らいますね。これでも食らいますね。<笑>あらほら、 ほらほら、一応これ四角もね、連打中です。あ、危ない。
やばいかも。ああ危ない。ピュ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 。おお、よし。まあ、よしってのもどうかと思うよ。キリスは強いんだから、グラハム王の言いつけを守らないと。洗脳の毒でも衰弱。人の手に余るもの。余るものっつったろう。それから降りてください。降ります。ダメよ。ベイルアウトし。お父様が間違ったことをイリスに言うはずないもの。早くベイルアウトするのです。ちゃんと約束を守るんだから。約束を守ることよりも自分のことを大切にしてください。自分のこと。逃げるなんてことしない。大切にして。グラハム王の名を汚すことはできないもん。だからお父様、またイリスのことを。ドーン、それドーン。そこでドーンですよ。ひどいね。はーい、脱出してるじゃねえかって話だけど、この絵を見るとやれてますね。やれてますよ。やるという字がね。やるです。確かにな。なんでそんなもんが。ああ、なんかすごいことになった。ライザー、はよ止めんとな。はいはい、なんか変わってます。まあ一段階だからそんな変わってないかな。ああ、ビュン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 、危ないよ。ビュンビュンビュン、周りに飛ぶようになってしまった。まあいいんだけどさ。これでも食らいやがれ。すんごいことになってる。なるほど、これは素晴らしい。すぐ破壊できちゃうね。いいね。やばめだね。はい、即死だな。ソリア強いかもしれないぞ。あらららら、あらら、あらららら、やばい、メリーイージーは簡単ですな。イージーより簡単とはな。さっきちょっと言ったベルゼブブなんですけども、ノーミスです。ノーミスでクリアしないと出ません。無理ゲーだろう。ノーコンです。要するに。ノーコンティニューでクリアしないとベルゼブブさん出ないですよね。ハエノーオール7つの大罪でもあるから なんとも言えないですよね。どっちなんだろう。あなたはお友達。普通の人間じゃないんだね。ソフィア・フィル・カネルリと言います。錬金術師。あなたも錬金術師なのですね。そうです。ソフィア・フル・カネルリ。フル・カネルリ、パラケルサスは唯一の弟子と名前が同じね。そうです。まさか亡霊とでも言う。亡霊、亡霊と呼ばれるのが心外です。へへへ、私の死はパラケルススです。パラケルスス、禁止を解き明かした私の前にパラケルススの弟子が現れるとはね。なんだそりゃ。嬉しいの。すごく楽しい。あなたが金城。あなたが金城。本物かどうかどうでもいいわ。あ、そっかそっか。より上ということさえ分かればね。エレノアが金城を解き放したからな。王様をそそのかしてんのこの人なのかな。軽くひねってあげるわ。分からん。錬金術でパリでも作ってなさいよお前は。あのキュン。
本物のパラケルススの弟子に勝てるわけないだろ。ほらー、アバキュン強いんじゃないかソフィア普通に強いと思うんだけどね。年齢ない。あ、私が負けた。負けた。錬金術は進化してきたはずなのに、それがこんな過去の亡霊に負けるなんて。過去の亡霊なんだね。どうして禁呪を使ったのですか。そうです、あなたほどの術者ならあれがどれほど危険か分かっていたと思いますが。危険？危険？目の前にある力を使うのは錬金術師にとって当たり前でしょう。あなたの師匠だって、そうして禁呪を作って、そして使ったのじゃない。師はあなたのように欲望のために使ったのではありません。錬金術の未来のために。未来？未来、そうね、その通りこのが未来よ。私も錬金術の未来のために解析したのよ。私もあなたの死も同じってことね。違う、死は違う、あなたとは違う。何も違わないわ。それに亡霊に未来を語ってほしくないわね。まあ私ももう語れないけど。お前も亡霊になるんです、アバキュン。過去の亡霊なんかに。過去の亡霊やれ。あ、やっぱり脱出してるじゃんよ、お前。お師匠様、私売れてますか。トラベルゲートでは使ってるの。人々を使用、そうですね、使用忘れするのが錬金術ですからね。賢者は多分あれね、なんとなくできちゃった系なんじゃないのだ、できちゃったこれ。でもまあ残しとくかみたいな、あれだと思うんですよね。多分錬金術の良くない部分も残そうとしてるんじゃないの。二度とこのようなものができないようにという教訓なんじゃね。なんかトンネルはね幽霊、ああ意外と勉強熱心なんじゃないね。乗ってるし時速何百キロも出てるのに顔が見える。素晴らしい。素晴らしく動体視力。いいですね。素晴らしく動体視力がいいですね。どういうことなんですか。チーフ残しろって言うのか。どうです。99%やれてるけど、あれ、やばいな、それ。まだかな、まだかな。よしよし、いいぞ。
同じだし、ね、お師匠様、私触れてますか？エレメントシュートの強化をするのかしら。さて何を強化しようかね。まあ、これ、これ、全然シールドを強化してないな。まあ、いっかな。って、自分で言ってるわ。ドド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 。あ、ね。まあ、いいか。あれさ、ほんとよくわかんない。はーい。はーい。どうよ、どうよこれ、やばいやばい。サミリスです。サミリスはどうなるのかな。ドーン、危ねえ。おやおドーン、はい、どうぞ。すごいよ。はよ。これはすごい。どんどん。はいはい。はいはい。はいどん。はいどん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 。ああ危ない。よっ。どうだ。危ないな、危ない危ない危ない。よし、おっ、レーザービー、あー危ない。よし、あー危ない。これすごいな。ドド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 ド、あ、やべえ、たまらなくなっちゃった。使いすぎだな、レーザー。マジで。ヘッジアップ。ああ、ダメだ。サフィア強いね、やっぱりね。なんだろうね。安定した強さを持っている。どう？あーやばい、こんな調子に乗るとこっちが爆発する。あべー、どないや、どないやねん。よし、どうしてここに来るの。そう、また歌ってるよこれ。悲しい歌ですね。悲しい歌なのかよくわからんけどね。明るい歌、たくさん歌ってきたはずなの、たくさん知っていたはずなのに、なんだって、なぜか歌えないの。歌えなくなってしまったが、それから覚えていただけますか。それから降りろ。私が破壊します、フリーを。私が降りたらみんな殺されるの。どういうことなんですよ。あんな怖いのは嫌なの。みんな殺されてる。あなたも全部消えて消えて消えて、もうダメだこりゃ。精神汚染が半端ねえ。あ、倒せー。別に近づいてはないぞ。はっ、あー、すんごいことになってんだから。どうかしら。ラバキューン。
あーやばいぞこれ。危ない。だ。だ危ない。避けるねー。素晴らしく避けるね。さあお前ら、それはやめるんだ。ではあ、危ねえ。もういや。あなたも拳銃の犠牲者なのですね。そうですね。拳銃なんて知らないわ。拳銃にかかると私はただ舞台で歌っていただけなのに精神がパーンしてしまうみんなと笑っていたかっただけなのに、はい、錬金術師の人たちに変な場所に入れられて。そうか。どうしてなの。錬金術師の人たちは私たちを幸せにしてくれるんじゃなかったの。人体錬成でもこんなのいらない。しようってかい。人を傷つける力なんて。人を傷つけるのもまた錬金術師などです。みんな爆弾作るのも錬金術師。違うんだよ。もう歌えない。歌えないドーン。もう歌えないドーン。かわいそう。一番ミリアが無関係でした。お師匠様、私濡れてますか。濡れてますよ。今のところパーフェクトすぎる。術は私は師匠を信じていいのですか。パラケルスさん、教えてください。パラケルスさんって、あのアバが持ってるモリピーモリピーになってる。エレベルシュートの強化をするのかしら。どうしましょうね。ラベルマークスにしてシールってあんま使わないね。まあこれかな。レーザーを強化して、カラドリウス、ブレイズ。